キングコングの梶原オスコが、28日に関西テレビで、放送された、怪奇エミチャンネル、現状、あと7、0、に出演。嫌いな芸能人として大物歌手 H の、名前を挙げた。この人物、司会の上沼恵美子の同調、うるさいわ、と嫌いな理由を、声にしていた。梶原は、嫌いな芸能人の名前を、有料に催促され、3、嫌いです、ところに、名前の部分が B が入り、オンエア上はわからなかったが、H、とだけヒントが明かされた。嫌いな理由について追及されると、いろいろあったんです、と言葉を、濁し、上沼が察したように、偉そうにされたん、と聞くと、どう偉そうにされまして、と、打ち明けた。キングコングの梶原オスコが、28日に関西テレビで、放送された、怪奇エミチャンネル、現状、あと7、0、に出演。嫌いな芸能人として大物歌手 H の、名前を挙げた。この人物、司会の上沼恵美子の同調、うるさいわ、と嫌いな理由を、声にしていた。梶原は、嫌いな芸能人の名前を、有料に催促され、3、嫌いです、ところに、名前の部分が B が入り、オンエア上はわからなかったが、H、とだけヒントが明かされた。嫌いな理由について追及されると、いろいろあったんです、と言葉を、濁し、上沼が察したように、偉そうにされたん、と聞くと、どう偉そうにされまして、と、打ち明けた。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。